おおと思って、そう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 、まあ、おかまなんかな、おかまって言ったら後ろっすよね、うん、掘ったことだったんですけどね僕居眠りしちゃって信号待ちに、あ怖いよね、あめっちゃゆっくりです、ね、おかま怖いわもう、そうほんで大体衝撃が、はあ、そういう時に限ってこう前の人が降りてきたら大体ヤクザみたいな人やいかつこの人が兄ちゃんごめんよ意外に優しいですけど、ね、土下座しようかなと思うんですよ、怖いよ一回俺千日前でも突っ込まれたわ、千日前で、その一番端っこの2車線がこう右に右折せないかんレーンあるやん、右折絶対右折しないといけない、右に曲がらないといけないレーンがあって、その右に曲がらないといけないレーンの左側に入ってたの、でもう絶対曲がんのよ、でこの一番向こうのやつも一番右側のやつも絶対曲がんないといけない、だから一緒にこう曲がるべきものなの本当はレーン的に、なのにその曲がらないといけないやつが俺曲がってんのにこいつまっすぐ行きやがってヤクザっすね、違う、なんやこいつ当たりたかったんでしょ、ムカついてもうイラッとしてもうなんでやねんってなるやん、信号赤になって一番先頭やって信号青になって右折したんやいやいやいや、右折しようと思ってここに入っとったんじゃないんそもそもお前まっすぐでここに入るわけないじゃんで、もう鬱陶しいと思ってそのまましあの、何交差点のど真ん中でハザード焚いてバーって降りてクソがーと思って怒鳴り込んだろうと思ったら、あの大学生7人くらいを取ったよなんかミニバンみたいなやつに大学生7人8人くらいを取ってもうゴスロリしとってあ本当に子供のように4人くらい並んでみたいな、そうそうそう、しかもねそれがね俺バーンって降りたのが見えたのね、速攻降りてきて8人全員頭下げられてボサッと真ん中でやばすいませんすいませんすいませんって言われて全員言われたらさ、俺も、おう、何も言われてる、おう、大丈夫、兄ちゃんみたいな。だってなるやん、あ、ね、あ、よかった、気をつけてね、みたいな感じで、そのまま俺もう戻ってしまったわ。言うたろう思ったの、言うたろう思った、その勢いで言ったら、向こうの方が勢いすごかった。謝る勢いがすごい。そうかって、うん。無理やなと思ってやめた。本物の当たりやすね。そうそう。で、誕生日前やったし、なんか運気下がっても嫌やなと思ってやめたね。あ警察呼んだもうさあれさもうチート呼んでない呼んでないっていうかもう言ったら千日前の交差点やからおったんよ昼前やしおったけどもう見て見ぬふりやから、ね、あいつらもうそこまでなったら、ね、そううっそと思ってもうええわと思ってそれもイラッとしてバンって出たんやけど、あ、まあ、警察ってあれさもう点数稼ぐことしか考えてないですよね、うん、昔やんちゃしちゃった場所に行ったらみたいな、そう誰かおるやろみたいな、そうなんだね、孤独したれみたいなね、呼んでない警察なんか呼ぼっかなと思ったけど、うん、もういいやと思って、ね、別にそんな大した傷入ってなかったし、いいやと、めっちゃラッキーですね。でも当たられたら大体すごい傷になったりするじゃないですか、うん、あー、そんなでもないよ、結構バーンバーンバーンってぶつかってくるね、うん、ガンガン行くんですか、うん、だ俺も結構こう右に切り返しよって、で向こうが入ってきてのなんか俺のなんていうの明らかに当たっとるのがサイドミラーで見れたんやめっちゃ当たっとると思って切り返したん俺も、あとっさの判断ですぐ戻したけん、よかったよかったと思って、まあ、へこんでとかなかったし、まあ、いや、あすごいですね、僕逆にとっさの判断ができんからそのまま行ってまうんですよ、ああ行ってまうね、なんかこう狭い駐車場から出るときはちょっとこすったりするじゃないですか、もうそのまま行くやばいガリガリガリとか言うやばいねっつって、お一回だけあるわそれ、東京の時に前の車で、うん、世田谷走りだったの、うん、もう世田谷って死ぬほど道狭いんよ、うんうん、いやいや、お前バカかみたいな直角のカーブあるんよそんなにお前、いやいや、アホかみたいな誰が通んねんみたいな直角のカーブとかあって、もう絶対するんよ別にどんな切り返し方してもするんよ、言うたらもうミラー畳んどる状態で直角なんよどうやって曲がんねんみたいな、無理やんもう無理する、ミラー畳んどるってやっと通れる道やのに、それが直角にある無理やんもう絶対無理やと思って車をなんやと思ってんねんって感じいや、これ壊れてもええけん行ったろうと思って、もうそのもんバッコンって行ったんやん強引に修理代20万したやば重くすすったったもん、もう踏み込んだったもん、イニディ並みに攻めるそういいよ、いいよとか言って雨は
あ、ほんまや。ここに来るんや。ここに来るんや。あ、なるほどね。ここ待ってくれてなかった。すいません。どんな質問してもいいですよ、本当に。もうほぼほぼ時間だけど。今は気づいた。右の人ってどっち？右の人って俺？こう見て、ね。僕？整形です。右の人整形です。いや、芸能人じゃないですか。もう隠さないですね。すいません。整形です。安心してください。整形です。お客さん。何1年間でどれぐらいかってこと大体。ああ、今までとか。アベレージってこと、アベレージでってこと、月のアベレージとかあるんですか。そうそうそう。アベレージで、ホスト1年目から、その、1年目とかやったら多いやん、大体。普通は。で、5年目とかやったらちょっと少ないやん、どっちかって言ったら。重ねていくごとに減っていく。そうそう、重ねていくごとに減っていくやんか。だけど、もうトータルしたら多分分からんと思う、多分。もう数えてるんか。平均なんぼってると分からんと思う、多分。皆さんホストです。ホストじゃなかったら何の集団やってなるけど、でもテーマがね一応上の方にも書いてあるね。そう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 、武田さん今やっと答えてくれた、すいません、ありがとうございます、本当に。まあまあまあ来週からもね、あ、再来週からもちょっとこれコラボ配信っていうんですか、これコラボ配信そういろんな元で発信元でやっていくんで、はい、ぜひぜひ見てあげてください。見てください。ちょっとね、遅れてきてすいませんでした。まず、ギリギリでしたよ。結構ギリギリでした。まあ、俺も頑張って来週も出ようかな。はい。うん、来週ですかね。うん、じゃあ、とりあえずじゃあ、レンちゃん、ちょっとホストになってやった人数。やった人数。いや、実は僕、ほんまお客さんとやってないんですよ。まあ、まだ半年っていうのはあって、まあ、なんやろ、攻めきらん部分あるんですけど。からの、まあ、そリアルな数字出すけど。はい、また来週。ありがとうございます。With you